その希望を持って羽柴秀吉を支える竹中半兵衛にはどうしても知りたいことがあった。それは戦国一の知者は誰なのかということ。試しに羽柴家の面々に意見を聞くも結論は出ない。そこで半兵衛は戦国一の知者を見定めるためのとある催しを思いつくのだった。戦国無双謎解き合戦。ねえ、この天下で一番物知りなのって誰だと思う？そりゃあ控えめに言ってもオイラだろうな。これまで苦労した分いろいろ学んできたからよ。秀吉様、恐れながら知識の量で言うなら先輩や俺が上かと。いやいや、お前らは書物から得た知識ばっかりだろ。本当の物知りってのはそうじゃねえんだよな。主、書物の知識もあり経験も豊富となると普通に考えて毛利元就あたりでは。なぬ、和氏、そこに直れ。まあまあ、だけど戦国一の知者が誰か気になるな。もし僕なりのやり方で見定めてみるよ。早速賢そうな人たちに招待状を書かなくちゃ。我が名作五郎次郎、この高影にお任せください。さ、準備はいいかな。僕の出す問題に張り切って答えてね。早く始めよう、老人を待たせるドライは。簡単な問題は出してくれるなよ。ああ、先に言っておくけど、成績が良くないと合格は上げられないからね。遅いわ。では最初の問題。信長様が親父殿と呼ぶ人は誰でしょう？無策に突っ込んできたが、やれ。よう分かったな。わしが親父殿よ。正解。親父殿と呼ばれた道山様は信長様をうつけ殿と呼んでたよね。この程度わしには物足りん。それでは次の問題。名刀左文字を持っていた武将は誰かな？やそこだ。イノシシ武者に世の首は取れぬぞ。おとばしれ。さあ次は誰が相手だ？左文字は世の愛刀、天下の覇者にふさわしき名刀よ。正解。今川義元さんでした。後に信長様の所有になるんだけどね。どんどん行くよ。斎藤家と織田家の縁組、信長様に腰入れしたお姫様は誰かな？無謀な人に。そう、私よ。父上の言いつけで、あの人を見張るために。わしが行くか。
正解、濃姫様です。誰かさんのせいで祝言は台無しだったな。簡単すぎるよ。もっと難しい問題はないのか。では次、光秀さんのおじさんは誰でしょう。あ、おじさん以外の人を倒してね。突出するか。ならば撃つ。正解、残りの武将も倒してね。お見事、光秀さんのおじさんは光康さんでした。あの時はごめんなさい。半兵衛殿に恨みはない。真に憎むべきは。よう、よい、すべて十兵衛に託そう。次は2問同時に出題するよ。よーく聞いててね。信長様を邪魔する強い傭兵団がいるよね。その棟梁が誰かは知ってるかな。毛利元就さんにはたくさんの子孫がいるけど、お孫さんが誰かわかるかな。やろうか。それに言おうか。歓迎する。ま、俺は有名だからな。その通り、俺が雑賀衆の棟梁よ。正解、雑賀孫一さんでした。彼は鉄砲の名手。狙撃には気をつけて。任せてくれ。ご存知なのは当然ですよね。正解、毛利輝元君だね。高本さんの後を継いで当主になったんだ。ここまでどれだけ正解できたかな。さあ、引き続き後半戦を始めるよ。次は仲間外れを探す問題だよ。一人だけ一人称が違います。誰でしょう。はい、では次の問題です。秀吉と一緒に砂又城を作った人は誰。異存者。さあ、次は誰が相手だ。いってえな、ったく。誰って言ってんの、俺だけなのか。正解、美月でした。元気いっぱいの彼女らしい一人称だよね。加減しろってんだ。これ以上俺を怒らせると血を塗るぞ。やれ。正解、三太夫さんは秀吉の兄貴分なんだ。あの城には僕も驚かされたな。じゃあ次行くよ。美濃三人衆と呼ばれてる人を全員当ててね。三人のうち二人の名前はいわゆる豪だね。あ、豪というのは出家後の名前ってことだよ。これは難問。身の丈が一番高いのは、よーく見比べればわかるかな。この人やろうか。人のおじさんもかなり背が高いんだ。そういう家系なのかもしれないな。高三だ。美濃三人衆の安藤森成とはわしのことよ。うりょう、うりょう、しもうたか。私が美濃三人衆が一人、
稲葉一徹だ。なかなかやりおる。我こそ美の三人衆の一人、宇治家牧前なり。そこだ。正解。彼らはみんな斎藤家が滅んでも織田家に従って生き残ったんだよね。一番背が高いのは私よ。文句ある？正解、瀬名さんでした。さすが巨漢の吉本さんの姪ってところだね。では次、将軍足利義昭様と一緒に戦ったことのない人って誰かわかる？それぞれの登場時期を思い出してみて。義昭様が活躍した頃にいなかったのは、さあ次も難問だよ。三好三人衆って誰だ？一人はそもそも三好姓じゃないんだ。あとの二人は長か政の字が入るよ。そうです、矢先は足利殿、知りません。そこだ。正解。弥助さんが召し抱えられた頃、義昭様はすでに京を追放されてたからね。三好でなくとも三好三人衆、それがこの岩成友道である。仕方ないな。よくわかったな。この長安も三好三人衆の一人だ。やるわ。我こそ三好三人衆が一人、三好正康よ。正解。さすがの僕でも間違えそうになるよ。これで全問終了だね。お疲れ様。さて気になる成績は、すごい、全問正解だ。その知力は誰にも負けないね。全問正解だと、その知力俺が見定めてやる。半兵衛の出題に全て正解したって？その知力オイラにも見せてくれよ。そなたの深淵なる知識、私も拝見したいものですが。お前賢いらしいな。だが腕っぽしはどうなんだ？そこだ。なんだか人が集まってきちゃった。すっかり人気者だね。これからもみんなと一緒に知識を磨いていってね。落ち着いたところでさらに問題を出すよ。これに正解できたら僕と知恵比べしよう。さあ出題するよ。問題はこちら。何度間違えても大丈夫だよ。解くまでにどれくらいかかるかな。
いいぞ、お前。そこだ。さあ、次は誰が相手だ。次の問題はこれだよ。ふん、口ほどにもないな。まだ準備が。城門を開くけど急がなくていいからね。開門。勝利条件変更。数々の問題に正解したその知力、僕にも見せてほしいな。悔しいけど僕の負けだ。君こそが戦国一の知者だよ。これで分かったであろう。戦国一の知者はこのわしよ。誰が戦国一の知者か分かってすっきりした。軍師、それだけですか。え、カズージ君、何か言いたそうだね。ただすっきりしたいからというだけの理由であんな大掛かりな催しを。まあまあ、たまにはいいじゃない。みんな楽しめたでしょ。